こんにちは、ひなたです。今日は栃木県宇都宮 Vlog です。イエーイ。よくね、栃木テレビのイブロックプラスで宇都宮には来てるんですけれども、ちょっと私の母が宇都宮旅行をしてみたいとずっと言ってたので、今日はちょっと前乗りしてのんびり旅行を2人でしていこうと思いますので、その様子を少しだけ動画回したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、とりあえず今ホテルに荷物を置きに行きます。この建物自体は新しくて、結構最近できてんの、この辺は。あ、知ってた知ってた、ホテルの時に。ああ、そう。はい、ナレーション入ります。この日泊まったのはカンデオホテルズ宇都宮というですね、最近、割と最近できたホテルで、すごい綺麗なホテルでした。13階のロビーがこんな感じ、ピカピカです。もう防犯もバッチリのところ。あ、手土産が多い。東京駅で買った手土産。なのでまだチェックインの時間じゃないので、バスに乗ってちょっとどこかに行く模様です。ホテルに荷物を置いて今から、とあるご飯屋さんに行きます。ちょっと贅沢ランチをしに行きます。今から高級な懐石の天ぷらのランチ行きます。夜めっちゃ高いらしい。何倍やったっけ夜。2人とも忘れちゃったんですが、夜はね、結構なリッチな価格で、なんか背景クレヨンしんちゃんみたい。ほんで、私はこの料理長お任せランチっていうやつを頼みました。なんかさ、いろんなものが食べれるからこれが一番いいかなみたいな。もうこんな豪華な日本食をね、2200円で、こんなん法事の時でもこんな食べへんよ。いただきます。香りすごい。高級。じゃあ私は天ぷらから、もメインからいい。こっちがつゆやろ。つゆね。これお作りをポン酢で食べろ。おいしい。お魚サバにしてくれ。どれ食べていいやら。いただきます。うん、おいしい。来てよかったね。来てよかった。めっちゃおいしい。というか、なんかでも書いてあったよな、なんとか限定湯葉とか。湯葉ピンと合わへん。おいしい。ごちそうさまでした。デザートが来る。お前デザート来るわ。取り消させていただきます。ひなた TV。 オリオン通りにやってきました。商店街、ちょっとだけ小雨が降ってきたからさ、雨をしのげるオリオン通りで、ただ平日昼間なので何もやってません。飲み屋街だから。で、結局オリオン通りは通っただけで、ほんでドンキホーテ入ろうぜってなって宇都宮まで来て、っていうのもね、この餃子のキラッセっていうのがあるんですけど、そこにちょっと前から気になってるとあるものがあるんですよ。今まで来たドンキの中で一番なんかスーパー感すごいね。スーパーみたいなドンキ。スーパーというか、なんかどういうのかな、私が子供の頃行ってた、ダイエーとか、それの後に入ってんのじゃ。あ、でもほんまにそうかも。こちらが宇都宮餃子プリクラです。キラッセの横にある餃子プリクラが目的でした。これめっちゃ気になっとってんな。どれにする？餃子食べたい。
あとこのお店着てるみたいなやつと、餃子のお待ち、あ、それしよう、うん、私ちょっと可愛い系もいる、こういうとこ、あ、この、はい、そんな感じで漏れるか漏れないかも全くわからないこのプリクラ機で、お母さんとマジ小学校ぶりぐらいにプリクラ撮りました。ほんで、あとあんた一人で撮りって言われてピンプリ撮ってます。行けました。これでいい？シールができたよ。取り出し口は画面の下にあるよ。宇都宮のドンキーはタイムスリップしたかのような、ほんまに子供の頃したようなさ、ちょっと誰の、あの、え、子供の隣にさ、マミヤが座ってたよ。マミヤが、マミヤが映画とかで使われてそう。そうそう、なんか東京リベンジャーズ、うん、でみんなちょっと不要が溜まってるし、あ、絶対探しに来るとこな、どっか行ったら、あいつどこだって言ったら、とりあえずこのこういうゲームのところに来るやつな。知らん景品ばっかりやん。スカスカやな。袋の必要な方はスタッフまで。袋いるか？いるね。プレゼントに。これ。で基本だから補充が足りてないやな。だから人気やねん。今どんだけ手錠を。手錠の補充はすごいよ。手錠の。悪いやつが多いんやな、若いうちの。そうだ。あんなカラフルに捕まえてくれんの。あっち側の。元フードコートだったであろうところみたいな、めっちゃ昭和感がな。そうやな、レトロ、タイムスリップ、ママ大好きやろこんな。好きやな、ずっと降りたいな。うわーとか言うな、タイムスリップ。ここでこうバイトしたいな。多分そこ中華料理とかあったんちゃう。あれ多分タピオカあったんちゃう、シェイシェイ、うん、で、インド、なぜかインドカレー屋さんあるわ。でもお土産屋さんとかほんま充実。ドンキホーテでなんかいっぱい買ってしまいました。ママが張り切って入れたもの見せていい？塩昆布1個50円栃木関係ないのに香川県の塩昆布。これも美味しそうなちくわです。こちらのカモメのちくわ、青森県八戸市です。関係ない、お姉ちゃんが大好きやからお土産に買いました。厚焼きピーナッツせんべい、これ岩手の名物です。お姉ちゃん大好き、これお姉ちゃんピーナッツ大好き。今日お土産もちゃんと買いました。日光、日光行ってない日光、お前日光行ってない。なんでか知らんけどサマージャンボくじ買ってる。なんでここでサマージャンボと別でスクラッチ、ロビンのスクラッチ買ってくれました。行きます。1,2,3,4 ハズレです。ハズレですか、はい、残念。200円返せ。宝くじなんで、宝くじなんで、まあ、運を置いたということで、はい、ありがとうございます。思い出です。ひなた TV。 いっぱい、これなんなんやろ。二荒山神社、結構階段登ったよ。着いた。よいしょ。せっかくなんでご挨拶を。これにします。はい。これにします。はい。他にも神社がいっぱいあるんですね。ほんまや、集まってんねや。神社大集合や。こう立派な場所や。神社のテーマパークって感じです。って感じですよね。はい。外国語も書いてある。日本語どこや？あ、ここや。基地。それでは。はい、ママも開封して。じゃんじゃんじゃん。じゃん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 。悪者が出てくる時の交換。あ、黄色なんや。はい、中基地。あ、いいやん、めっちゃ。花のある生活が効果的。うん。うん。花ちゃん。本日定休日じゃん。ほんまや。本日は休業日や。そうだね。銀色。おお、すごい綺麗な。開けます。オープン。あ、荷物入れてくれてる。あ、いいやん。綺麗わ。おお。
長ソファー付き。いいですね。で、このホテルにはね、大浴場が最上階にあって、まあ、今回の旅行のメインみたいな感じで、ほんと温泉旅行みたいにお母さんとのんびりお風呂に入りました。気持ちいい。何してるんですか？整いました。ふくらびアイドルですか？はい、ホテルに着いて大浴場があったから露天風呂でな、もうひたすら体を伸ばしてサウナも入って、でもピカピカ、体すっきりの状態で今から晩ご飯食べに行きます。餃子を食べに、あの辺かな。こちら嘘みたいな看板の色味、イキイキ餃子に行きます。なんかこのお店は美味しくて面白いっていうのを推してて、それが気になって入ってみたら、もうものすごいメニューの量やって、え、見てすごない？なんか思いついた食べ物全部餃子にしましたみたいなさ、茶餃子、アップル餃子とかさ、もう謎の名前のやつがいっぱいあって、カッパ餃子とか、見て、泳いでる餃子、産みたての餃子。ほんでようわからんくて、結局本日のおすすめっていうまだ無難な方の盛り合わせのやつにした。普通にうまいの食べたくて。めっちゃ美味しそう。うん、うまっ。 何ですか？チーズ。チーズですか？皮がすごい、チーズやからバリバリになってんね。なるほどね。うん、うん、餃子も均等はしとる。おいしい。うまいな。うん、醤油水餃子。うわ、うまいな。そうめんみたいな。うん、出る。初めてや、こんなん、ね。で、お腹いっぱいになってホテルに戻って、で、もう一回お風呂入るという、すごいのんびりした一日目でした。ひなた TV 2日目です。朝はですね、私もお母さんもホテルのモーニングが大好きなので、とにかくたらふく食べて堪能させていただきました。はい、置き方がちょっと気になりますね。宇都宮駅から通勤通学する皆さんを見守りながらの朝でした。昨日閉まってたシュークリーム屋さんに来ました。こちらです、シュークリーム専門店。ちょっと栃木テレビの皆さんにお土産をということで、ここでこんなに可愛くて美味しそうなミニシュークリームの詰め合わせを母が買ってくれました。で、お昼には母は帰りまして、私は宇都宮のスターバックスで YouTube の編集の、あ、編集の画面越しの、編集の画面越しです。さあ、今栃木テレビにやってきました。その前何したっけな。 CRT 栃木放送。あ、そうですね、CRT 栃木放送っていうラジオ局隣にあるんですけど、そこで超ベリーグッドモーニングっていうベリー大坪くんと一緒にラジオをして、月1でゲスト行ってるんで、ちょこちょこ聞いてあげてください、栃木の皆さん。ちなみにベリー大坪くんっていうのは栃木の住みます芸人なんですけれども、なんと私とお母さんが昨日行った二荒山神社で本名の名前つけてもらったらしいよ。まあ本名何か知らんけど。で、今からはこちらの栃木のイブロックプラスですね、ここに私がレギュラーでやらしてもらってるわけですね。ここでエンディングです。ありがとうございます。この動画が良かった、楽しかった、宇都宮最高、宇都宮行きたい、絶対行く、そう思ったあなたはグッドボタン、コメント、チャンネル登録お願いいたします。 SNS もやってるのでぜひフォローしてください。以上、ひなた TV でした。バイバイ。